2024年9月22日日曜日にヤンマースタジアム長居で開催された KAMIGATA ボーイズドリームイズランド2024やっぱこの街よしキャネン KAMIGATA ボーイズとして活躍中のスーパー8ウエストなにわ男子 A グループの4組とリル関西ボーイズ B アムビシ将すら関西ジュニアが勢ぞろいしたチーム関西のステージをレポートします画像 KAMIGATA ボーイズが集結笑いとパワーにあふれるステージの模様はこちら最強無敵の関西人チーム KAMIGATA ボーイズが何にから日本を元気にするエンタメを発信明るく無敵なパワーを放つ KAMIGATA ボーイズは 関西初のファミリープロジェクトとして結成されたユニット。2024年5月、スーパー A とウエスト、なにわ男子の3組が、上方玉全開で底抜けに明るく照らす楽曲、無責任で A じゃないカラブをデジタルリリースして話題に。前作時点でメジャーデビュー前だった A、グループは9月18日に配信リリースされた2枚目のデジタルシングル、世界を明るく照らしましょう。 からつ王子して参加さらにパワーアップした彼らの初のライブが9月21日、22日、ヤンマースタジアム長井で開催された。2日間で11万人を動員したライブは KAMIGATABOYS でしかできない豪華犬団のなにわの夏祭りに。この日のヤンマースタジアム長井は朝からあいにくの雨模様。しかし、帝国の17時を迎える頃には、 底抜けに明るく世界を照らしたいという KAMIGATABOYS の思いに賛同するかのように雨雲が消え去った関西をルーツとするグループとジュニアが一堂に会して開催されたライブは演出を手掛けた大倉忠義さんがそれぞれのグループへ招待状を送るオープニング映像からスタート配達人役として松竹座育ちの長瀬恋向井浩二も映像に友情出演し チーム関西が大集結会場に集まった5万5,000人が沸いた1曲目は KAMIGATA ボーイズの「無責任で A じゃないカラブ」を全員揃って披露日枝駿佑さんが「愛してるよ小滝希さんがそばにいてよ」とかっこよくささやくと村上信五さんが「構えんで A、ええ」と関西弁で叫んで笑いを誘ったり合間にギャグを盛り込んだり コテコテの関西色を詰め込んだ歌詞の楽曲を明るく歌い踊り、ここから日本を元気にしてくれそうな圧倒的な西のパワーを見せつける。なにわ男子の、なにわラッキーボーイウエスト、のずんどこパラダイス、スーパーエイトの、前向きスクリーム、と底抜けに明るい楽曲を畳みかけたところで、僕たちが KAMIGATA ボーイズでース。と挨拶、桐山明人さんが、 雨が止んでよかったですねといえば晴れ男の重岡大毅さんも雨止んだこともっと喜びましょう雨止んだよーととびきりの笑顔を見せる KAMIGATA サマーメドレーと題したパートでは A グループが SMAP のバン,バン、バカンスお隣にいるメンバーと肩を組みながら陽気に歌い上げる夕日が一瞬差し込める中なにわ男子がへえ セイジャンプのファンファーレウエストがニュースの恋を知らない君へおしっとり聞かせる前半のラストは関西ジュニアが歌い継いできたシルエットを大阪ロマネスクではデビュー組の24名が24台のリフターに乗り夏の終わりを惜しむかのように大阪の夕暮れに思いを届けた MC では今年20周年を迎えたスーパー8を関西グループ全員でお祝い ケーキと花束が贈られると全員で記念撮影タイム大橋和也さんがみんなエイトさんに拍手を都会場に呼びかけると盛大な拍手が巻き起こった20年間走り続けた思いをトップバッターで語ったのは大倉さん本当にいろんなことがあって20年続くとも思わなかったし途中で終わるかなという日もやっぱりありましたから それが今日ステージに立てていることが嬉しいです。続いたことが本当に良かった。この背中を見てもらって、これから何年もやってほしい人たちがいっぱいいて幸せです。ありがとうございました。安田翔太さんは、後ろで後輩のみんながステージに立っている姿を見ていると、4年前と比べてはるかに成長していて、すごい頼りになるなって。 それぞれがそれぞれの見せ方をちゃんとやっている姿を見て、お父さんのような感覚になりました。わら。僕たちは20年目ですけど、ウエストは10年、なにわ男子は3年、ええー、グループは始まったばかり、死ぬまでアイドルやってください、と後輩たちに熱く呼びかける。そして、ついこの間まで、1000人みたいな髪型だったんですけど、 こんなアイドルっていうのもいるんだなと思ってもらえるのがスーパーエイトだったらいいかなと思っております。わら。たくさんの黄色い声を聞かせてくれてありがとう。横山優さんは昨日、久々に丸山、竜平くんとご飯を食べて、何年ぶりかな、こうやってたまにメンバーと集まることも大事かなって思ったんですけど、一つ丸山くんに叱られたことがあって、ゆうちん、マジでファン差しや、 マジでぶち切れられて、笑、俺、今日は、めちゃくちゃファンさするし、それは負けへんから、後輩にも負けへん、今日も本当にこうやって後輩の皆さん、そして、皆さんと迎えることができて、本当に感謝しています。ありがとうございましたと丸山さんとのやりとりを再現して笑わせた。ありがとうございました。貴重な時間を我々に費やしていただきまして、 とお礼を伝えてから語り始めたのは村上さん本当に長くやっていれば、いろんなこともありますし、メンバーに腹立つことも出てきます。それは必ず、でも、長くやっていれば何でも乗り越えられて、僕はグループ結成してから、今が一番メンバーのことが好きやし、胸を張って誇りでしかない、支えてくれる皆さんがいて、いろんな景色を見させていただいていて、 みんなでしか見られない各グループの景色っていうのが必ず出てきますからぜひ長く続けていろんな景色をファンの皆さんと見てくださいとメンバー愛を爆発させながら後輩の活躍を願った丸山さんは20年間やっぱりいいことばかりではなかったただそれをファンの方々と一緒に共有して一緒に乗り越えてくれてここに本当に今いられるのはすごくありがたいです 初期の方から歌っている曲も20年続けてくると違う風に響いて聞こえてきたり、歌うときもマインドが変わってきたり、結構、癖が強い曲も多いですけど、それが深みを増していく。長く続けることは本当に簡単なことじゃないんだけど、みんながいてくれたから、祝ってもらうこともできるし、本当に感謝でございます、と例礼を伝えた。その後、こういうの、 俺に似合わないかな、20周年ギャグ。と叫んでパンパンパカパカパンパンパカパカ、皆がいる、これ天国。今地獄、と、ギャグを公開、すかさず、照れながら俺だけや、涼しいの、笑。みんなの貴重な時間を奪いまくって、罪の意識動音。とギャグを畳みかける丸山さんの姿に高橋恭平さんが、見習います。 と微笑む丸山さんはこの日もドキドキしながらギャグ披露したそうで20年間ずっとこんな感じと笑わせた後半の目玉はシャッフルコーナーなにわ男子や AA グループがまだ駆け出しのジュニア時代に何度も歌ってきたスーパーロケットを大西流星さん日江さん高橋さん長尾賢人さん佐野雅也さん リル関西というメンバーでアイドル力をフル発揮しながら笑顔で可愛らしく歌う佐野さんがしゃかり気に踊る姿も発見一方西畑大吾さん藤原丈一郎さん大橋さん正門義則さん小島健さんはレーザー光線が飛び交う演出の中男っぽくミッドナイトデビルを君を奪いたいと許されない恋を歌う切ない表情はあの頃 より成長を感じさせる大人の雰囲気たっぷりだ。会場の黄色い歓声もひときわ大きいものに、村上さん、浜田隆弘さん、小島さん、岩倉司さん、真由美剛之さんは、白いスモークと共に登場。ラブキングで弾けまくって大暴れ、浜田さんがラジカセを持って煽る姿や、飛べ、飛べ、と激しく煽る小島さんに会場も大きく盛り上がった。重岡さん、 西畑さん、伊藤淳さんのメンバーカラー赤の3人が赤色のキラキラ衣装をビシッと着こなして歌ったのは、ダイヤルアップ。ニューヨークシティ・ボーイズの曲でもあるこの曲は、もともとは重岡さんが所属していたナナ。ウエストで歌っていた曲、ずっと応援し続けてきたファンは、当時の姿も重なり懐かしい気持ちに浸っていたはず。グループの中では、やや小柄の安田さん、神山智博さん、 大西さん、末澤聖也さんは、可愛らしいジュニアの千田愛生さん、岡野健也さんと一緒に、大きくなあれ、僕。を、神山さんと末澤さんがびっこポーズで頬に手を当てるなど、可愛らしいしぐさを振りまく一コマも。末澤さんはハブポーズをしたり、キュートなダンスをしたり。